軽音部3組目もこれで最後になるんですけども、僕の組で2曲やらせていただきまして、ちょっと昔の曲かなっていう、僕らでも知ってる昔の曲かなっていうのを選んできたんで、ぜひ一緒に歌っていただければと思います。では木綿のハンカチーフという曲をさせていただきます。舞鶴師匠が到着されましたので、ご紹介だけさせてもらいます。はい、ありがとうございました。大変熱いメッセージでした。引き続きまして、軽音楽の方にバトンタッチしますので、よろしくお願いします。あと1曲なんですけど、さだまさしというアーティストの、関白宣言という曲をでは、軽音部最後の曲となります。ありがとうございました。お前を嫁に
俺より先に寝てはいけない、俺より後に起きてはいけない、飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、できる範囲で構わないから、忘れてくれるな、仕事もできない男に家庭を守れるはずなどないことを、お前にはお前にしかできないこともあるから、それ以外は平和な感じの皆さん、素晴らしい歌声ありがとうございました。